はい、道山です。子供の成績が上がらない、勉強中の集中力が続かない、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は成績が上がる勉強部屋の作り方、こんなお話をねしていきたいと思います。というのもですね、子供の集中力が続かない原因の一つに、勉強している場所、これが悪いとか、結構あるんですよね。僕もいろんなね、これまでにね、教師時代にもたくさんの子供たち見てますし、教師辞めた後は今の仕事を始めてからはもう1万組以上の親子のね、勉強サポートしているんでわかるんですが、本当ですね、ちょっと机の向きとか、ちょっとね、机の上のね、配置とかを変えるだけでね、集中力が一気に上がって成績上がる子ってたくさんいるんですよね。そこで今日は僕がいろいろ見てきた中で、この配置にすれば絶対に成績が上がるっていうね、おすすめのやり方、これをお話ししていきたいと思います。お子さんがねリビングで勉強している場合もそうですし、自分の部屋で勉強している場合も、どっちのパターンにもね合わせて紹介していきたいと思いますので、ぜひお子さんが家で勉強しているという場合は、今日の内容を参考にお子さんのね勉強環境を整えていただければと思います。はい、ではまず最初に部屋の作りが大切な理由ってところからお話ししていきたいと思います。そもそもなんで部屋の作りって大事なのかというと、これ、無意識に与える影響、これが意外と大きいからなんですね。例えばですよ、じゃあ自分は集中できるっていうね、自信がある子がいたとします。でも、目の前にですよ、じゃあ漫画が置いてあったら、まあこう、自分は、ね、自信を持って集中しているんだけど、プッて目をね、上に向けたら漫画が見えますよね。で、そこで、いやいや、俺は漫画見ないって言って、こう勉強したとしても、一瞬でも漫画に気が取られますよね。これが集中力を妨げちゃっているんです。で、そこで俺はやらないと思ったとしても、やらないっていう意思を漫画に一瞬使っちゃってますよね。これもし漫画がなかったら、この意思のエネルギー分を全部勉強に向けられるんですよ。だから集中力が上がって成績も上がっていくんですね。漫画じゃなかったとしても、例えばベッドもそうです。ベッドも無意識でポッてこう目を 見た時にですね、ベッドが入ってくると、なんかね、人間って無意識で眠さとか、なんか、ね、疲れたとか、そういうのがね無意識に考えてしまうんですよね。するとそれがね続けて何回も見ると、だんだん眠くなってきて寝たくなったりとかして、結局集中力が続かなくなるわけです。なのでできる限り集中できる環境にした方が成績は絶対上がるので、この後お話しする流れで一度勉強部屋をね、改造していただければと思います。はい、次に成績が上がる部屋のレイアウトという話をしていきます。じゃあ実際にお子さんの部屋どのように変えていけばいいのか、ちょっと今からお話ししていくんですが、2つのパターンに分けてお話ししていきます。リビングで勉強しているこのタイプと、自分の部屋で、やってるタイプですね。実はリビングで勉強するときも、ちょっとした配置を変えるだけで成績って上がるので、この辺もしっかり今日お話ししていきます。まずリビング学習からいきますね。リビング学習の場合は基本的にですね、机の目の前、自分の視線が当たるところに必ずテレビ、これはね見えないようにしてください。あともう一つは人の動きですね。リビングってどうしてもね、いろんな方がこうね、動いたりする場所になるので、例えばね、そういった人の動きが見える配置に机を持ってきていたら、やっぱり人の動きが気になってね、ちょっと集中力下がっちゃうんですよね。だからもしリビングになんかね、学習デスクを置いているのであれば、できれば壁に向けたりとか窓に向けたりとかして、人の動きとかテレビが見えないようにするっていうのがおすすめです。あとダイニングテーブルでみんなで一緒に勉強してる子もいますよね。この時もダイニングテーブルがこうあってですよ、こっちに座るかこっちに座るかで集中力って変わってくるんですよ。こっちに座ってこっち側が壁だったら、やっぱり集中力上がるんですが、例えばこっちに座ってね、こっちを見ると右、例えばこっち側がね、人が動きがあるとしますよね。そしたらやっぱこれ気散るんですよね。なので机、ダイニングテーブルに座る場合も、例えば4箇所あるんだったらどこに座るのか、できれば人の動きが映らない、テレビが目に入らない、そして壁か窓の方を向いている、この位置に座った方が成績を上がりやすくなります。次に自分の部屋、子供の部屋で勉強させる場合ですね、この場合もどうするかというと、基本的には先ほどと同じで、視線、机のね、に座った時の視線に、例えば、漫画、あとはベッド、あとはドアですね、ドア、入り口、ここら辺りが目に入らないようにしてください。まあ、漫画とかね、ベッド、これは最初の方にお話ししたので分かると思うんですが、じゃあなんでドアが入らない方がいいかっていうと、やっぱドアがあるとね、例えばお父さんお母さんがちょこっと入ってくるだけとか、あとはちょっと音とかが鳴ると、やっぱ気になっちゃうんですよね。でもやっぱドアに背を向けていた方がやっぱり集中力って上がりやすくなるので、できれば壁かやっぱ窓に向けた方がいいと思います。じゃあ壁か窓どっちに向ければいいかっていうと、これは勉強する時間で決めた方がいいと思います。本当に1時間集中してガッて勉強したい場合は、壁に向けた方が短時間でガッて集中できます。一方長時間、例えば5時間6時間勉強する場合、壁に向きだとね、やっぱちょっと疲れるんですよね。なのでちょっとね、開放感がある窓とかに向けた方がやっぱ意識はね、気持ち的に楽になるので、そんな感じ
感じでどっちに向けるかっていうのをね考えていただければと思います。はい、次にママが覚醒する証明にしようっていう話をねしていきます。実はですねこの勉強部屋以外の、配置以外にも照明、電気の色ですね、これも結構ね重要なんです。なぜかというと最近ですね結構おしゃれな絵が多くて、おしゃれな絵って、まあ、電球色ちょっとオレンジっぽい LED とかを使っている結構多いんですよね。でこれは確かにおしゃれではあるんですが勉強には不向きです。なぜかというとやっぱりねちょっと眠くなってくるんですよね。できればやっぱりね、学習塾とかで使っているような白い色の電球にした方が集中力は上がります。脳も覚醒するのでね、眠くもなりません。なのでもしね、選べる場合は白の電球を使った方がいいと思います。でもうすでにね部屋が結構オレンジ色っぽい電球になっちゃってる場合は白の、こういうね机に置く電気スタンド、これを置くだけでも全然変わってくると思います。であと、もう一個ポイントはですね、じゃあこれでね、夜11時までずっと勉強していけばいいかって話があると思うんですけど、例えば11時にもし寝るんだったら、まあ、10時半ぐらいまではこのね、すごくね集中する電球でやっていけばいいと思います。ただ最後30分ぐらいもね寝る直前までずっとこの真っ白な電球でやってるとちょっと頭が覚醒して寝れなくなってしまうので、すると次の日の授業の集中力が落ちてしまいますよね。なのでまあ寝る30分ぐらいになったら、例えばね電球の色変えられるんだったらちょっとオレンジっぽくするとか、あとはまあもともとオレンジ色っぽい電球だったらちょっとね電気スタンドだけは消すとか、そんな感じにして調整すると、睡眠もね、まあ次の日の睡眠も、軽減できるかなと思います。はい、次に机の上を片付けようっていう話をねしていきます。はい、まあ今までね部屋の配置、電球の色、いろいろお話ししてきましたが、最後一番意識してほしいのはやっぱ机ですよね。机の上にねせっかくね、こんないろんなね配置意識したのに、机の上に例えばスマホが載っていたりとか、あとはね使わない教科書がたくさん載っていて、すごく狭いところで勉強していたりとか、こうなると一気に集中力は落ちてしまうので、これはねぜひ注意してください。基本的に机の上というのはですね、もう鉛筆、あとは消しゴム、あとは今使っている教科書もしくは参考書とノート、大体この4つぐらいだけで十分です。それ以外のものは基本的には何も置かない、この方がいいと思います。普段机の上にいろいろ載っているんだったら、もう勉強中だけはですよ、もう全部ガサッと下に下ろして何もない状態でやった方が絶対に勉強効率は上がります。あとですね、小学生の子とかだとよくこういったね、なんか透明なシートの下に、給食のね、なんかこう、プリントとかを入れて、挟んでいる子とかもいるんですが、あれもね、気が散るんですよね。やっぱこう、勉強中にちょっと給食が見えると、やっぱ意識はそっちに向いちゃいますよね。なので、基本的には机の上は何もない、綺麗な状態で勉強していった方がいいと思います。で、もちろんね、これは理想です。お父さんお母さんからするとね、子供の、例えば部屋がね、ぐちゃぐちゃだから何としても片付けたい。でも子供は嫌がるってケースもやっぱあると思います。この時に無理にね、お父さんお母さんたちがやってしまうと、親子関係が悪化する原因になるので、基本的に今日のお話をもし進めていくときは、やっぱお子さんと一緒にやるとか、あとはお子さんに許可を取った上で片付けるとかっていう風にしないと、親子関係が悪くなってしまうので、この点だけはぜひ注意してください。はい、ということで今日は成績が上がる勉強部屋、これについてお話ししました。動画だったので本当にポイントしかお話ししておりません。もうちょっと細かい説明はホームページに詳しくまとめてあります。よかったら詳細欄からホームページをねチェックしていただければと思います。あと、こういったね勉強テクニック、成績を上げるためのテクニックってたくさんあります。このあたりについて私が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、こちらで詳しく解説しております。よかったら動画の右上からチェックできるので、こちらも参考にしながら引き続き YouTube、チェックしていただけると嬉しく思います。